はい、こんばんは、前川です。今日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日ね、記事に書いてたように、新規取り間違えしてしまいました。僕の本もめちゃめちゃ字汚くて、今見てもらおうかと思うんですけども。これ見えますかね。これ。ここ、これ。これ。ここ、ここ。どれの指？この指？ここ。ここね。これ24巻なんですよ。僕これ29点なんですね。今言ったらこれどう見ても29やろって感じですけど、これ僕29の7字って言ってしまったんですよね。もう最悪ですわ。だから10分経っても来おへんなと思って、くそーとも電話したら、こういう目にあったんですね。だから字はしっかり綺麗に書いてください。こういうミスが起こってしまいますので。で、今日の、内容に入っていきたいと思います。治療技術にね、自信を持ててますかってことなんですけども、実費で治療していくにあたって、やっぱり治療技術に自信がないとなかなか請求できないですよね。まあ、こんなん言っていいのかどうかわからないですけども、保険でやってる時ってね、そんなに気にしないんですよ。だって、患者さんがもらうのって100円、200円じゃないですか。老人とかであれば。もらっても500円じゃないですか。まあね、まあこんなもんでいいやろうっていう甘えはあります。これも絶対あります。値段関係なく一生懸命やってるわっていう人いてると思いますけども、でも絶対甘え出てきます。ちょっと忙しいし今日はこんなもんでとかね。今日はしんどいし二日酔いしこんなもんでって絶対出てきます。まあ正直自信なくてもできるんですよ。はい。でも、実際実費をもらう5000円、8000円、1万円もらってやるとすれば、やっぱり自信を持ってやらないとなかなかできないです。で、その自信のつけ方なんですけども、患者さんの声をたくさんもらうというのも、一つの方法ですね。とてもいいと思います。あとは、自分で、なぜ数多くの治療家がいる中で、自分の元に来てもらわないとダメなのか。っていうのをしっかり考えてほしいんですね。なんで。だから自信のない人っていうのは自分の治療をね、過小評価してますよね。だから、なんであなたの治療、数ある、こんな治療を書いてる中であなたの治療を受けないといけないのか。っていうのを30個書き出してあげてください。そうすることで自分自身で、あ、俺の治療こんな一面もあるんやな、こんな効果もあるんやな、っていうのがしっかり分かってきますので、それをしっかり自分自身で分かって治療することによって治療効果も上がりますし、患者さんにしっかり請求するっていうこともできます。これ最初はね、いいですよ、例えば痛みが取れるとかそんなんでもいいと思います。でもそれをしっかり書き出していくと、まあ大体10個15個で止まりますよ。そういうみんなが出るような意見っていうのは、そっから先が勝負です。そっから先の15個っていうのはあなたの治療の本当に特徴ですよね。本当にメリットですよね、になってきますので、ぜひ一度明日この動画流すのは日曜日だと思うので、日曜日しっかり考え出してみてください。はい。という感じで、今日は終わっていきたいと思います。ではまた会いましょう。さよなら。また失敗した。はい、さよなら。